がどうぞおかけください。そもあのご紹介するまでもないと思いますが、鮫島綾選手です。まあちょっと怪我でしばらく、えー、休まれてましたけど見事代表復帰されましておめでとうございます。ありがとうございます。今日はあの低容量ビルの普及率を三割にするというのを一応目標にですね、えー、やってきました。今日彼女を招いたのは、えー、言ってもいいですかね。はい。はい。 彼女の方からリクエストがあって、えー、低容量ピルを使いたいということで、ピルを使っていただきました、で低容量ピル、いつ頃からえってますかね。2008年に代表に初めて招集されてから、まあ、そのキャンプ後からあの月経痛がかなりひどくなったので、6年ほど前から、もうどうそういうのになりますかね。ちょっと質問ですけれども、あの最初にそういうものを引用するときは、あの不安はなかったんでしょうか。 うーんそうです使い方の不安とかありましたけれども薬を使う不安よりもその月1であのどうしようもない痛みが来る方が不安でしたしあの時には練習中にその痛みが来てもうトイレの前でみんなが練習してるのにうずくまってるただ監督はやはり、まあ、そういう女性の月経痛だとかに関して理解の少ない方もいらっしゃったので。 あのーまあ、無理やり練習に戻って、どうにかプレーを続けるとか、そういうこともあったので、それに対する不安の方が非常に大きかったです一応、報告はしてるんですけれども、あの痛み止めでなんとかしろっていう場合があ、今はどうか分かりませんけれども、昔は多かったので低容量ピールを使うことをレップと言いますけど、今、最近ちょっとピールというと、なんかどうですか、悪いイメージありましたかね、やっぱり。 いや、特に,特になかったです,たですねまあ割とこう年代は抵抗がないんですけど一番多いのはやっぱお母さん世代の抵抗ですよねお母さんはい看護師ですけどやはりピルを使い始めた頃はすごいあの副作用だとか、まあ、デメリットに関してすごい心配はしてました実際まあ例えば痛み止め使えばいいよって言っても痛み止めをじゃあ 今日熱があるから、風邪をひいて熱があるから、熱が高いから痛み止め、あの熱冷ましを飲んで。試合に出てもいいかっつたら決していいと言わないのに。月経の時だけなんで、そんなこと言うのかな、というのはおかしいですよね。だから、そういう部分で言うと。やっぱり、きちっとした形でピルを使ってあげたら、いいんじゃないのというふうに思ってます。えっと、ロンドンオリンピックって過密日程ですよね、満、ま、数。そうですね。中身がすごい少ないので。えと、普通であれば、三日か四日空くところが。 中2ぐらいですね。2> 中2か、まあ、決勝トーナメントまで行くと3あいたりはしますけれども。まあですからそこのところでよくそのじゃあ月経ずらせばいいよねっつ話になるんですけど、ずらせどこにしますかってやるとき、うん予選リーグかなとかねそういうことないですよね。えっとそうですねもう五輪にかぶらせないように私はしました。しました。五輪直前に来させて。 その後じゃずっともうオリンピックの期間中はずっと飲んで飲み続けて、はい、なので荷物ももちろん減りましたし不安も全くなかったのでやっぱりちょっとピールを使ってもらって積極的にコントロールしていただくのも一つの手だしそれから今若い子でも今処刑が始まって3ヶ月経ったらもうピールを飲んでもいいよというふうに変わってきましたですけどもし中学生でピール飲んでいいよって言われたらどう,どうですか今ならあれでしょうけど。その月経痛が 来なかったらピルを飲むのには少し抵抗があるかもしれないですけれども、ただいつその月経痛が来るか？あの五輪の時もあのある選手が決勝の朝食の時に決勝の日の朝食にあの私と朝食会場まで歩いてたんですけど、急にも腹痛で倒れ。こんで、もう顔面蒼白になってでドクターを呼んだんですけれども。 本当にそんな感じで、あ、激痛だったんですけども結局そんな感じでいつ来るか分からない状態ってすごい選手にとってはあの不安だと思うのでそれが本当に決勝の直前だったと思うとちょっとししますし、うん、あと選手のワールドカップは23だけど、はい、オリンピックは20でですすよねねそうだから一人でもかけると厳しいですよね。 トレーナーさんが非常にあの威張って言っていることなんですけどそれだけの過密日程で誰一人試合中に足つった人いないでですすよねねそうですねいなかったですね。それ水分補給やったりとかきちんと食事をしなさいとかいうことでやったわけで気づいたらいないですよね。はい すごいと思いますねですから先ほど言いましたけど処刑が始まって3ヶ月経った後からは世界的にピル使ってもいいですよという今時代なんですですので、えー、中学生にピル使っていいのかよく言われてましたけど全然使ってまずくないわけないですからどうやればこのあれを払拭できるでしょうかねまずそのピル,ピルに関しての知識が全くなかったので まずは知識を得ることからとその知識を得る機会があることが絶対必要だと思うのであの、まあ、そういう知識を得る機会が私も中学生の頃からあったらあの痛みに耐えずに済んだのかなっていうのはすごい思いますあの。今日も学生の方たちがたくさん来てくださってますけれども。 まあ人それぞれだと思うんですけれども私もまあ月経が来てから数年間は痛みも何もなかったですけれども突然、痛みが来てまあそれからかなり月1の,あの強烈な痛みに悩まされたんですけれどもあの今、そういう月経痛がある方もない方もあのいつそういう悩みに直面するかわからないのであの難しい話もあったかとは思うんですけれども少し知識で入れておくだけでも違うと思いますし プレーあの競技を向上させるためには技術だけではなくてメンタルだとかあの環境だとか食事もそうですしすべて絡んでくると思うのでうんそういう競技技術以外のところに目を向けることもあのいい結果を出すためには絶対にあの必要なことだと思うので少しだけでもあの頭に入れておいていただければなと思います。 え今日はその選手え長谷川さんどうもありがとうございましたありがとうございましたではま,また拍手を迎えます